したな、お父さんと食事したなという思い出をメイクしていただきたいと思います。大人の方は、いつかは亡くなるので、子供中心で、今日は行きたいなと。チトレンも、あ、そういえば昔なんか変なルーという人と一緒に、食事したななんてね、思い出があったら、伝えてっていただきたいなと思っておりますけどもね。はい、とにかく、今日は皆さん、楽しく炎上しましょう。どうもありがとうございました。はい、どうぞ。皆さんありがとうございました、はい。それではですね、本日の食事活動についてちょっと注意事項ですね、環境ネットワーク推進さんより、お伝えでまいります。皆さんおはようございます。今日海の森に初めて来るっていう方、手を挙げてください。ほとんどがルーさんも含めてほとんどが初めてという方です。ちょっと簡単に海の森について紹介をさせていただきます。海の森のこの皆さんが立っている地面には、地下深いところだと30メートルくらいゴミが埋まっております。でこれは、昭和48年から62年までの間、タンク内のゴミが埋められて作られたゴミの埋め立て地なんですね。そこを皆さんに協力してもらって木を埋めて豊かな森に変えていこうというのが海の森プロジェクトになります。これまでですね、この場所に来ていろんな人が木を埋めていただいたんですけれども、1万9645人の方が約23万8000本の木を埋めていただいています。で今日皆さんに、約全部ご協力いただいて、だいたい1人5本以上になるかなって感じもするんですけれども、やっぱり皆さんになりますのでお願いいたします。で、それにあたっての、注意事項をご紹介します。まずですね、今歩いてきた方もお分かりのように、まだ公園やベンチの場所になりますので、工事中のことが何度もあります。今目の前に人のようなところがあったり、水たまりがあったり、舗装されている部分も一部しかありませんので、足元には十分ご注意ください。またあのお子様をお連れの親や親御さんの方は十分にご注意いただければと思います。またあのすでに木が植えられた部分っていうのが何箇所かありますので、その部分にはあの立ち入りはしないようにご協力をお願いいたします。で今日ですね、あのもうグループにすでに分かれていると思いますけれども、あの植樹会場にこれから移動して、リーダーがまず木の植え方について説明した後に皆さんに植えてもらいます。わからないことがあったらこのリーダーに遠慮なく言ってください。あと途中でトイレに行ったことがちょっと怪我しちゃったぞっていう時も遠慮なく言ってください。でトイレはですね、皆さんが言ったりもありますし、お配りしたリフレットの中にもポイントの2のところと、ボール後半のクイズラリーのボールとなるイベント広場が3カ所にありますので、一つのご利用いただけると。でそれではですね、今までのお話を聞いて木が元気に育つように協力して皆さんに木を植えてもらいたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、これからグループごとに、食事中へ移動していただきます。食事が終了したグループの方々はですね、それからクイズラリーに参加ください。クイズは全部で、5問あります。お配りしてありますあのリーフレットの中に、ここにあのクイズの正解を、ところがありますので、5問ほどやっていただければと思います。あの大人用のクイズの問題とお子様用のクイズ一部分かれておりますが、どちらに答えていただいても結構です。ちょっと大人の問題難しいなというふうに思われる大人の方はお子さんのクイズに答えてください。お子さんの方でもこれ簡単すぎるなと思うのは大人の問題に答えてください。でこちらですね、あのスマホがあまり電波が通じなくなっておりますので、皆様スマホで調べることなくですね、ご回答ください。それでは皆さん食事頑張りましょう。